はい、昨日は遅れてるっていう形で言った足場の設置ですけども、まあ、だいぶピッチ上げてますね。やっぱり現場ね、葉っぱかけないと絶対ダメです。はい、でね、今こう休憩してお茶飲んでます。はい、葉っぱかけたらもうこんな厳しい現場はもうやめてやるって10人ぐらいワーカーが辞めたらしいんですけども、いやそれは全然いいですね。もうやる気ないとはっきりどんどん辞めていってね、やる気あるやつだけは残っていけばいいと僕は思います。はい、これはもうカンボジアだけでなく日本でも一緒ですね。もうグダグダやつはねさっさと辞めろということですね。やる気あるやつだけは残ればいいということです。ネットが遅れてるから、はい、うん、もうで絶対やでやってよネット、うん、はい、はい、現場ねここ頑張ってるんですけどもね、建物の外周に張ってるネットが遅れてるんですよね。本当こういうのダメです。事故の原因になりますし近隣に雑貨が落ちたりするんでね、これ今ちょっと今うるさく言ってるところです。はい、うん、まあ、作業員はみんなこういうね、安全対策と必死でやってますけども、まあ、現場ですから何を落下させたりすることがあるかもわからないので、はい、そうです、現場見てください。ネットはじゃあトゥデイはこっちね絶対フィニッシュ、はい、うん、トゥデイはフィニッシュね、 OK、 はい、うん、でも大変です、暑い中、はい、で今コロナウイルスがどんどん出てきてます。先週の土曜日7人7ピープルやったのが今日が37まで増えてるから、もっと増えていくと思うから、健康管理、特に君らディレクターのポジションの人らはワーカーの、健康管理確認して、でもそこ朝現場で測ってるから38度温度あったらもう現場は出させるな、じゃあそこも略して、それでやっぱりね今日君らみんな全員マスクしてるよね。いや、はっきり現場で困難してるの暑いですし、もう仕事やりにくいけど、やっぱりこの気持ちが大事、絶対重要、病気かからんところです、はい、君らのポジションは、ね、兵隊じゃなくてリーダーやからね、はい、で昨日ちょっと僕びっくりしてね、もう工事の遅れ方にびっくりして、昨日はちょっとかなり怒ったけど、でもすぐに直してね、だいぶ工事が進んでるからホッとしたけども、ちゃんとやっぱり見た感じ、やっぱり整理整頓が悪いから、やっぱりワーカーはやる気があるから自分のところで好きなように仕事するけど、やっぱり材料とかどこでやるかってことはやっぱりリーダーが指示しないとワーカーもちゃむちゃになるよ。昨日も足場立てなあかんとこ2カ所の、ね、足場立てなあかん2カ所で工事や現場でそこで準備してたら、それはできなくて当たり前だよ、うん、普通のワーカーならとかここに集まった人間みんなが大学出て、はい、それなりの経験エクスペリエンス持ってる人らやから、はい、そこはやっぱりもっと頭使わないと、はい、建設現場なんかやっぱりあれ監督がプライド持ってやらないと絶対ワーカー動かないと、はい、うん、それであとね今日ちょっとがっかりやったのがそのセーフティーのネットがね、はい、遅れてること、こんなもん僕に注意されることじゃない、はい、でもね CIC が約束したね、もう今日必ず外まあやって表明日こっち側でやると、それでいいから必ずやってください。まあ、本当はそれでも遅いぐらいね、事故はもう今ね1分後に起きるかもわからないから、はい、どうしよう、一生懸命やっとくと事故は絶対起きやすいから、はい、工事作業で大変やけど頑張って、はい、みんな期待してるから、日本のみんなも期待してるんで、君らの仕事に、はい、うるさく言われとうと考えるのは、まだまだ君らが 100% 能力を発揮してないってことで、僕らはもっとトライベストしろって言うと、大丈夫できますよ、計画書通り、はい、OK、僕はもう細かくずっと来て文句言うから、はい、言われないように頑張ってください。はい、じゃあ、頑張ってください。